皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。昨日公開したお金を稼ぐということについてという動画がですね、すごい好評だったので調子に乗って、2本目を撮ろうかなと思ってベラベラお話をさせていただいております。前回の動画ではね、すべての仕事は人を助けることでお金を得ているなんて話をさせていただきました、ご覧いただきましたでしょうか。この2本目の動画ではもうちょっと具体的なステップとして、もし仮に皆さんがギターの先生、ギター講師になりたいと思ったらどうすればいいか、で、また別の例として、もし皆さんがイラストレーターとかデザイナーとかで、なんか仕事をしたい、なんかこう、食っていきたいって思ったらどうすればいいか。そんな話をさせていただこうと思います。ただ本題に入る前に、その前回の動画、そのすべての仕事は、人を助けることでお金を得ているっていうこの動画、これをまずね、見ていただかないと、その話がわけわかんないことになってしまうので、ちょっくら長い動画で申し訳ないんだけれども、リンクを貼っておきますので、そちらの方 URL をポチッと踏んでいただいて、まあ、その前回の、話を、まあ、ながら聞きとかでいいので、一通りざーっと見ていただいて、把握してからこの動画に持ってきていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。では、本題。もし皆様がギターの先生になりたい、ギター講師になりたいと思ったらどうすればいいか。また別の例として、もし皆さんがイラストレーター、デザイナーになりたいと思ったらどうすればいいか。そんな話でございます。で、今日、今回この動画の中でする話は別に正解っていうわけではなくて、僕だったらこうするなっていう、そういうアイディアのお裾分けみたいな感じです。僕のその考え方とか物事の捉え方とか、まあそういったものをですね、その使えるところがあったならば、ちょっと取り入れていただいて、まあね、いろいろ頑張っていきましょう。うふふって、そんだけの動画でございます。で、まあ実際にそのね、ギター講師になりたいっていう相談、まあちょこちょこいただくわけなんですよ、レッスンの中で。で、そうだな、皆さん、ギターの先生になりたいと思ったならば、さあどうすればいいですか？何からスタートするでしょう？何をすればいいと思いますか？っていう質問をすると、大体の人が、まずその、ちゃんと練習をする、上達をすると。で、その勉強して音楽理論とかも、そうね、ちゃんと知識をつけておくみたいな感じで答えらっさるんですけども、それはまあね、正解ではあるんだけど、それはね、正解にならないくらいね、その当然のことなんです。もう大前提。もうラーメン屋さん出そうと思った時に、そのね、ラーメンを美味しく作ることはもう大前提なんですよ。もうラーメンって急に作ってもカップラーメンでもいいやみたいな感じでラーメン屋さん作る人っていないじゃないですか。自分の中でその研究、努力、時間を重ねて、そこに、おー、このラーメンは半端ねえぞみたいな感じで、でもう自分という商品をその高め続けなければいけないのはもうどの職種でも当然のことなので、ちょっと正解ではあるんだけども、それはもう正解にならないぐらいも当たり前のことなので、ちょっくらお気をつけていただけたら幸いでございます。で、前回の動画で言った通り、まあ変な話、自分がそんなにギター上手くなくても誰かを助けることができれば仕事として成立してしまうんですよ。なので、変な話、そんなに上手くなくても、その困ってる人をね、こうバーッと見つけられればなんとかなってしまうというのが、まあ正直なところなんです。で、言い換えれば、ギターの先生になりたいっていうことは、そのギターで困ってる人を助けられるってことじゃないですか。ギターで困ってる人を助けるっていう仕事なわけじゃないですか。だから言い換えれば、そのギターで困ってる人がどこにいるのかを探す。そしてその人たちにその自分のことを知ってもらう、興味を持ってもらうっていう、この二つのステップがあればもう十分なんです。その二つだけでもう十分なんです。で、まあ僕だったらば、もし仮に僕が今ゼロスタートで、そのね、ギターの先生とかそういうレッスン的なことをしていきたいなと思ったならば、まずそのね、皆さん、YouTube とかって思ったりとかすると思うんだけども、YouTube ぶっちゃけた話すっげえ大変なんだ。なので、いきなりこうね、バーンとやって、そんなこう、トントン拍子にうまくいくもんじゃないんですよ。なんで、もっとこのカロリーを少なく済むもの、もう YouTube とかってそうね、撮影して、なんか機材揃えて、編集して、アップロードしたけど、再生回数10回とか、うわ、もう超へこむみたいな感じになるじゃないですか。だからもっとね、ライトなコンテンツの方がね、絶対いいと思います。で、そこで僕がうまく多分使うだろうなと思うのはね、インスタとツイッター、あと TikTok、っていう感じですね。あんな感じの、そのね、SNS だと、その、こっちの作る側に関しても、その、カロリー少なくて済むし、あと、見る側に関してもね、そのね、カロリー少なくて済むんですよ。パーっとこうね、ながら見してて、なんか面白そうなのみたいな、ペットを再生して、で、その、興味があったら、ブックマークとか、いいねとかね、したりとか、リツイートとかして、で、興味がなかったら、そのまま流すみたいな感じの、そういうね、結構スナック感覚のコンテンツじゃないですか。それをね、うまく使って、なんかこのギターレッスンの tips みたいなのを、やっていくかなと思います。基本的に、その、動画コンテンツってやっぱすごく強いので、テキストベースでね、このノウハウを書くってよりも、まあ僕みたいにこんな感じでこう喋っちゃったりとか、そのギターを実際弾いたりとかして、動画コンテンツでルフしていた方がすごく良いと思います。で、ポイントとしては、ターゲットを絞るということ。ギターレッスンします。ギターのお悩み相談受け付けます。と言っても、ギターのお悩みってすごい、もうめちゃくちゃこの幅広いじゃないですか。で、そのね、幅広い中でね、突然そのね、アポヤンドができませんとか言われてもね、突然ね、エレキギター専門の人がね、アポヤンドって言われても、アポヤンド
やんるってなると思うんですよ。なので、ジャンルとか、そのギターの種類とか、もしくはそのね、初心者とか中級者とか、なんかアドリブとか、なんかコード理論とか、そんな感じでこうね、ジャンルをね、ある程度こう絞っていった方がね、扱いやすいし、見つけてもらいやすいっていうのがあるかと思います。まあこれよく言われることなんだけども、何でも屋さんが一番損しちゃうみたいなところはちょっとあるんですよ。それよりも、すごいニッチでいいので、この絞って絞ってやっていくと、アコギで弾き語り専門でやっていくとか、なんかあいみょん専門とか、米津さん専門とか、その J-POP 専門とかもすごく面白いかもしれないです。夜行性専門とか、中高生とか、狙ってなんかそういうこのアニソンとか、そういったこのボカロ的なものを狙ってやっていくっていうね、その専門みたいな感じで名乗っちゃっても別に面白いんじゃないかなと、思いますし、まあ、そっちの方がね、そのうまくいくことは、あると思うんですよ。なんでまあジャンルを絞って、例えばそのエレキギター初心者、でこの J-POP ワンオクロックとかマンウィザミッションとか、ラッドウィンプスとかそういったこのバンド系に特化した、コンテンツとまあ仮にしましょう。でそこでこうね、そのこの曲、ワンオクの中で出てくるこの曲のギターソロを一緒に練習しましょうみたいな感じでこうね、弾いてる姿をやってみたりとか、まあ2分20秒っていうね、ちょっと時間的な制限があるんだけども、1小節とか2小節とか、すごい区切ったりとかして、その動画を見ながらね、こうギター練習すれば、そのね、このワンオクロックのこのソロとか、このイントロが弾けるよみたいな、なんかそのようなコンテンツをこうバーっとこう作っていくわけなんです。まあちょっとね、著作権的にちょっとね、グレーなところもあるからね、メロディーはちょっと扱えないんだけれども、楽曲とか作っちゃダメですよ。基本的に自分の演奏だけね、そんなのがあったりとかするんですけれども、まあそういったものを利用させていただいて、まあそのバーッとやっていくと。そうすると、そのワンオク好きで、初心者で、エレキギターで頑張って、そのね、悩んでる人っていうのはたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。そういう人たちはこうね、どんどんフォローしてくれるはずというか、まあフォローしてくれることは狙ってやっていくんだけども、そんな感じでそのコンテンツをたくさん作るんです。それが1、2、3、5とか、もうそんなんじゃなくて、そのね、100、200っていうレベルでバーッと、これから量産していきます。もう目安としてもう本気でもう1日1ツイートするくらいの熱量でやっていくような感じです。それをこう毎日こうバーッと続けていけば、まあね、ちょっとサボったとしてもね、200、300ぐらいはできると思うんで、まあそこそこの数字はですね、フォローさんが増えると思うんですよ。で、一番最初の初動の時にちょっとあんまりこのよろしくないやり方ではあるんだけれども、まあ、ツイッターで、なんかこのエレキギター初心者とかで検索をしてみて、そのプロフィールにそのエレキギター初心者っていう風にこの、書いてらっしゃる方結構いらっしゃるじゃないですか。まあそういった方はその片っ端からフォローしてみたりとかして、その自分をね、見てもらうと、そんなようなきっかけとかもいいのかなって感じがします。で、こういう、なんだろうな、雑誌とかの時代ってさ、今ちょっとこう、だんだんこの崩れてきてさ、こういう SNS とかさ、その YouTube とかさ、Twitter とかさ、こういう その、コミュニケーション、前提のコンテンツってすごい増えてるじゃないですか。これね、ほんとね、すっごい大きな強みだと思うんですよ。雑誌とか本とか、テレビとか、そういう一方的なものではなくて、このね、相互コミュニケーションができるっていうのですね、これもね、使わないと損なので、僕だったら多分そのツイッターのプロフィールの中に、質問何でも受け付けますよみたいなことを、絶対書くと思います。で、誰かがそのね、僕の、ツイッターとかにそのリプライで、これのこの曲のこのソロができません、どうしたらいいですかなんてのが来たならば、そのツイートをその引用リツイートしても動画つけちゃったりとかして、このテクニックはこんな感じです、こんな感じです、みたいな感じで説明したりとかすると、もう周りの人たちに、あ、この人に聞けばマジで答えてくれるぞっていうことをですね、浸透させられると思うんですよ。で、そんな感じでね、質問に答えとかすれば、まあ人を助けることにつながるわけじゃないですか。で、それでこうどんどんフォロワーさんが増えていって、うんたらーって感じなんだけども、そんな感じでこう自分をまず知ってもらうっていうのと、あと困ってる人を探すっていうところ、これをね、こうバーっとやっていくかなと思います。で、動画コンテンツに慣れてきたあたりに、まあ YouTube とかを使って、まあもっとこの長いレッスン動画とか作ったりとかするかもしれないし、まあ演奏動画を作るかもわかんないし、まあその先はわかんないけれども、まあ多分そんなことをし始めるかと思います。で、まあこんなね、ご時世なんでね、そのオンラインスカイプレッスンとかもですね、結構まあみんなバンバン使ったりとかね、利用する方もすごくたくさんあるので、まあ1時間いくらにするかはちょっとわからないんだけれども、まあある程度そのフォロワーさんが例えば1万人とか、達したときに、ツイッターのフォロワーさんが1万人達したときに、ちょっと皆さんからご要望が多いんで、スカイプのギターレッスンやってみようと思うんですけど、どう思いますかみたいな感じでいけば、もう結構たくさんの方がね、受けたいっていう話になると思うんですよ。で、そこでね、まあ、うまい具合にそのマネタイズじゃないけど、その収益化をしてお金をいただくっていうのが、そんな感じの仕組みを作るかと思います。で、こんな話をすると、大体の人たちが、そうだなぁ、フォロワー1万人に達する前に、そのギターレッスンとか始めたらダメなんですかとかっていうふうに思う人も結構たくさんいらっしゃると思うんだけども、僕はね、ちょっとダメだと思います。
ある程度この、なんだろうな、その、社会的信用ってわけじゃないんだけども、その自分がどういう人間でどういう活動してるかみたいな、その昨日言ったように、本当にそのお金のためにやってるんだな、この人っていうふうじゃなくて、本当に人を助けようと思って自分のこの能力を使って誰かこうね、役立ちたいっていうふうにこの動いてるんだなっていうその姿勢を、まあ、最初こうね、作らなきゃいけないっていうとちょっといやらしい言い方なんだけれども、その上見せること、その誠意を見せることが出て、とにかくすごく大事だと思うんですよ。その数字があんまりこうね、バーンと上がらないうちに、そのね、なんか DVD 作ります、500円ですとか5000円ですとかね、ギタリストにします、うんたらかんたらとかやると、あ、この人すごいな、お金稼ぎしたいのかなみたいな感じで、ちょっとこうね、お金の匂いがした瞬間に引いちゃう人ってね、結構いるんですよ。まあ皆さんも何となくイメージつくと思うんですけれども、実際そういうパターンもあったりとかして、まあ僕の友達とかね、まあちょっと、何の動画だっけかな、何かの動画で話したけどもね、ちょっと前の僕の友達で、なんかそのメルマガとか言ってたんだけども、なんかこのメルマガの中にその情報商材のことをね、結構悪く書いちゃったりとかして、で、その後にこうね、僕も DVD 作ろうと思うんですけども、1万500円ぐらいでどうですかみたいな感じでこの言ったら、すっごいこのバッシング受けちゃって、あんだけこうね、情報商材のことをケチンケチョンに言っといて、そのね、自分は DVD でお金稼ぎすんのかみたいな感じで、こうなことあったりとかするんだけども、まあそんな感じになってしまうんですよ。で、そういうのを避けるためにある程度この信用残高みたいなのをね、作らなければいけないんです。そのもう周りの人たちから、あの人は本当にこうね、ギターのことが好きでギターで人を助けたいと思ってやってくれてるんだなみたいな感じで、でそれのまあついでじゃないけども、そのね、ちょっとこのついでに、ちょっとこの、まあ、お仕事のためにね、生活をするために、そのギターレッスンとかさせてくださいみたいな感じだった方が、なんかこう、すごいこの平和にまとまるというか、なんかうまい具合に行ったりとかすると思うんですよ。そんな感じの感覚でございます。で、他にもちょっと僕言ってたのが、そのギターの初心者さんのそのアカウントを見つけたならば、ちょっとこのね、プロフィールとかパート見て、なんか人良さそうだったならば、普通に直接話しかけちゃうとか、いいと思うんですよ。なんかこうね、すいません、こんな感じで最近ギターレッスンとかそういうなんかツイッター始めたものなんですけれども、まあ、なんかこうギターで困ったこととかもしあれば何でも相談してください。もう動画で答えることもあると思うんで、お気軽に話しかけてくださいね。これからもよろしくお願いしますみたいな感じでフォローさせていただきましたみたいな感じのリプライをもう本当もうね、バーっと、ちょっとスパム判定が怖いんであれだけどね、まあバーっとこうね、やっていくわけなんですよ。そうすると、まあ、そうですね、100件、とかコメントすれば10件くらいは、ああじゃあっていうことでリプライ返してくれる人すごいいると思うんです。でその方々のね、その質問返したりとか動画を作ったりとかして、そんな感じでこうねコミュニケーションを取る中で、まあその信用を積み重ねていくみたいな、そんな話です。なんとなくイメージつきますでしょうか。で、それでこうね、もっと盛り上がってきたならばね、また別のサービスとか、SNS とか使ってみてもいいと思いますし、まあ実際その DVD とか使ってみてもいいと思いますし、で、変な話、その Twitter のフォロワーとかが、本当もね、3万、4万、5万とかね、めちゃくちゃこう、大きな数字になってくると、その、普通に出版っていうパターンも全然あり得ると思うんですよ。まあそうね、立東さんとかドレミさんとか、そういう大手はね、本当ね、誰この人っていう人はちょっと難しいんだけれども、もっとこのちっちゃいところ、例えば僕が、出版させていただいた、そのメイツ出版とか、メイツ出版さんとかはですね、本当に、初動でこのね、1000、2000売れたら万々歳みたいな感じのね、結構ちっちゃい規模なので、フォロワー3万、4万とかある人が、ネタ持ってきてね、これこういう感じで、こういう本作りたいですって感じで企画持ってけば、全然大喜びというか、おろけーって感じになるんですよ。そんな感じでこうね、もう残高を積み重ねて積み重ねていけばもうね、いいことしかないので、まあ地道にコツコツとやっていく感じでございます。で、この話をするとね、また皆さんよく言われるのが、そんなにうまくいきますかねっていう話なんだけれども、ね、これこれやってうまくいかなかったらどうするんですかとか、これこれやったら失敗したらどうするんですかっていうふうにこう思う人すごいたくさんいるんだけども、それはね、逆。です。もし皆さんがそのギターの先生としてうまくやっていきたいなと思ったならば、もう100回は失敗すること。例えばそのめちゃめちゃこうツイートしまくってたらスパム判定されたとか、あとすごいめちゃめちゃこうね変な人がうざがらみされたとか、なんか誹謗中傷言われたりとか、ああもうこんなんやってらんねえわみたいな感じでこうね辛い経験、失敗した経験を100個ぐらい作るんですよ。むしろその失敗した体験とか何にもない状態の方がね危ないんです。逆にうまくいかなくて、あこうすると失敗するね、なるほどね、あこうすると失敗するねみたいな感じで失敗を積み重ねることで、そういう人ってのは強くなっていくんですよ。なんでうまくいかなかったらどうしようじゃなくて、うまくいかなかったらラッキー、そのぐらいのマインドでいくと良いのかなという感じがします。でもうそういう風なこの思考してしまう特徴、人の特徴として、その行動がね億劫っていう人がすごいたくさんいらっしゃると思うんですよ。うまくいかなかったらどうしよう、どうしようかな、躊躇してやめようみたいな感じで、あ明日やろう明日やろう明日やろう、結局やらないみたいな、そんな感じでこの行動できない人がすごく多いんですけれども、
この動画を見てくださってる皆様はきっと行動に移してくれると信じておりますなんてね、まあそんな感じです。突然ツイッター始めてもね、誰も知らないからね、皆さんのこと、まあそれを知ってもらう工夫をするっていう、そういう話でございます。いかがでしたでしょうか。とりあえずまあちょっと長くなってきたんですけれども、ちょっと一旦動画を途切れましょうか。そうだな、動画一回終わりましょうか。15分経ったので一旦この辺にして、次の動画へどうぞって形にしましょうかそんな感じでございます。そこからですね、また、次の動画では、もし皆様がイラストレーターとかデザイナーとかになりたいと思って、フリーランスとかでそういう職業に就きたいと、そういう仕事をしたいと思った時に、さあどうしたらいいか、そんな話をさせていただこうと思います。それでは、何か感想とか、何か感想とかご質問とかありましたら、ぜひバシバシとコメントの方していただけたら幸いでございます。それではまた違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ。